MK グループは、タクシー会社の MK を中核とし、他を関連会社とすると見られる企業グループである。MK タクシー京都に本拠を置き、タクシーハイヤーのか貸し切り、送迎バス、ガソリンスタンド、自動車整備業、アミューズメント事業などを運営する。創業者は、青木貞夫。 倒産した勤務先を引き継いで1957年からガソリンスタンドを経営、1960年にタクシー会社、南タクシーを設立。MK の名はこの南と1963年に買収したカツラタクシーの頭文字を取ったものである。2021年現在の MK 代表取締役社長は青木貞夫の長男、青木信明。 1961年自社タクシー運転手の構成対策の社宅南ホームセンター。1969年には MK 団地を建設。1972年身体障害者、優先乗車など、創業当初から独創的経営を実施。タクシーについては1997年の東京、大阪進出以降、福岡の第一交通産業グループ同様に、 全国規模の展開を行う。ただし、本拠の京都や進出した全国各地で MK の経営手法には賛否両論を呼んでいる。各社の位置づけとしては、京都に拠点を置く MK 株式会社以外は、その関連会社とみられる。2003年の新聞報道によると、青木貞は MK の発行株式の100%を単独で所有しており、グループ内では、 オーナーと呼ばれた。本拠の京都に8カ所の営業所を置くほか、東京、大阪、神戸、滋賀、名古屋、福岡、札幌にて営業する。MK 観光バスの車両化し切りバス、送迎バスのほか、京都市営バス横王子営業所の運行を一部、受託する。1976年に MK 内の事業として、養護学校の送迎バスを運行開始。 1999年に MK 観光バスを設立。貸し切りバス事業は2002年から営業。2002年の乗り合いバス事業規制緩和に伴って、京都市内で循環路線バス事業を計画したが、京都市交通局はもちろん、他の交通事業者や京都商工会議所等からも難色を示され、結局、京都市長の諮問機関、 京都のバス事業を考える会の最終答申に基づき、京都市交通局の既存路線の一部の運行を、小型バスジャンボタクシーで行う、代替モデル実証実験へ参加することで決着し、循環路線バス事業計画は取り下げた。2006年2月16日に大阪ドームの競争入札で、MK グループ内の大阪 MK が唯一応札した。 応札額は最低入札価格の100億円であった。この件で、青木貞は、大阪市民と京都市民から幅広く出資を募り、球場施設の運営を行う新会社を設立するという計画であった。だが2月22日大阪ドームの管財人は、大阪 MK の応札内容は、不確実性が高いとの判断から不適格とし、応札は無効となった。 2008年12月8日、東京 MK 株式会社の保有地を含む本社ビル売却に伴い、同社の本社は東京都中央区勝時から東京都品川区大崎に勝時営業所は江東区新居場へと移転した。なお、売却された本社ビルは2006年に完成したばかりのものだが、 数十億円の売却益が出たと、青木正明代表取締役社長は語っている。2008年12月11日、MK が1万人新規雇用運転手など、失業者受け皿に、等の報道がなされた。2009年4月7日、テレビ東京で、放送の日経スペシャルガイアの夜明けで、タクシーサバイバル大不況時代を走り抜けと題した。 番組が放送された。この番組内で MK1 万人雇用計画について報じられたものの、計画は約3分の1へ大幅過方修正されたことが報じられた。産経新聞2000年9月26日、東京長官経済面など、産経新聞2003年4月22日、大阪長官経済面、会社概要。 MK 観光バス株式会社。2021年9月16日閲覧。AB、規制緩和に伴う、新規参入事業者と、公営バス事業者の対応京都市を事例として、地理学評論第79巻第8号。2006年。441から444ページ。土井 10.、10.4157 GR。GRJ、79.8435。 京都のバス事業を考える会最終答申。京都市交通局2021年9月26日閲覧山品グランドボールは閉店いたしました2021年9月16日閲覧京都新聞ほか全国各市ブログタクシーを語るありがとうございます